こんにちは、ぬれねずみです。ですね、今日はですね、品川駅ですね、品川駅近くで、イベントがあってるということで来ました。でね、先ほどもちょっとね、一眼で撮ったんですけど、こっちの方が良さそうですね。ちょっとお待ちくださいね。はい、今日来たのはですね、日本協会写真展ラグビーワールドカップ2019への奇跡、写真家たちが見つめる日本代表ですね。はい、そちらの、方に来てみました。で、こちらがですね、キヤノンですね。どうですか？ちょっと見えますかね？上の方に見ると、こんな感じですかね。はい、こんな感じの。これは何ですか？社屋になるんですかね？どうなんですかね？上の方ちょっと見ますね。こんな感じですね。これちょっと近いですね。近いんで、あれですね、さっきはね一眼で撮れたんですけど、これだとちょっと見にくいですね。まあそんな感じです。はい、じゃあちょっと行ってきます。キャノンに来ました。誰もいないですね。なんか都会はちょっと寂しい。ちょっと行ってみようか。行ってみますか。あ、すみません、あのキャノンの写真展っていうのどこでやってるんですか？何の写真でしょう？あのね、ラグビーの写真。2階ですね。あ、この階段かその奥のエスカレーターで2階になってます。ああ、わかりました。場所的にはこの辺になります。ああ、わかりました。ありがとうございます。優しい人でよかったですね。とにかくでかすぎるんですよね。あ、関係ないのか。あ、びっくりした。はい、今着きましたね。ちょっとまたあれなんですけど、一応今入ったとこなんですけど、こんなやつですね。ワールドカップへの道のり、ハガキになってましたね。なんかね、これなんか無料でもらえるっぽいですね。こんな感じですね。はい、ちょっとどこまで誰に何を聞けばいいのかもちょっとよくわかんないんで、こんな感じの写真展です。写真展かな、あれですね。よろしくお願い。あ、そうですね、これです。ラグビーワールドカップへの道、はい、こんな感じですね。はい、じゃあちょっと行ってみようと思ってます。入れんの？うん、でかいいの。あれ、すみません、これ中は写真とかと動画とか撮らない方がいいですよね。あ、ちょっと撮影の方がですね、多分ダメでしょ。そう、誰に聞けばいいかって、はい、あ、わかりました。はい、じゃあ楽しみにちょっと見て。わかりました。はい、ありがとうございます。すいません、じゃあここまでで終わり。無事出てきました。でですね、一応行ってみましたね。で、後でね、もう少しちょっと写真とかちょっと追加するかもしれないんですけど、まあ、結構ね、でっかい写真、ちっちゃい写真ね、いろいろあったのあったんですけど、まあ、やっぱね、結構同じような写真がね、どうしても多いっちゃ多いんで、まあ、どれがいいのか悪いのか、まあ、さすがにね、綺麗には撮れてるんですけど、だからなんだっていうね、はい、まあ、写真ってなんか難しいなと思いました。はい、自分が良かったのはね、こう、こっちのチームとこっちのチームがなんかボールを取り合ってみたいなやつですね。
でその後ろの背景がボケてるやつですね。背景がボケてて上にこうみんながなんかこう山みたいなのを作ってなんかボールを最初に取り合うやつですね。あの写真がまあ一番良かったですね。はい、そんな感じ。またちょっと追加するかもしれませんけどよろしくお願いいたします。あとですね、これもついでに言っとくかな、同じところで多分あると思うんですけど、一応ねちょっとハガキをもらってきた、ハガキをねこうちょうど何枚かもらってきたんですけど、写真展ねちょこちょこやってるみたいですね。自分がもうちょっと気になったのはこれです。はい、報道写真記者と広告写真家の比較写真、比較作品展ですね。はい、これはねなんかねちょっとちょうど11月の終わりからやってるみたいなんで、まあもしよかったらねまたちょっと来てみようと思います。はい、そんな感じですね。じゃあ失礼します。